から4レッドソックス現地時間6月18日、ロジャースセンターボストンレッドソックスが逆転勝利で同地区カード勝ち越し。吉田忠尚外野手30は6番指名打者でスタメン復帰し、一時同点となる敵地打を放った。レッドソックスは1点ビハインドで迎えた6回表、西二塁の好機から吉田がこの試合3度目の打席入り。ブルージェイズ先発バジットの高めに浮いたスプリットを捉え、センター前への同点敵地打。負傷者リストから復帰後初となる打点を挙げ、試合を振り出しに戻した。その後レッドソックスは再び1点リードを許すも、8回表にタイラー・オニールが15号ソロを放って、再び同点に、さらに西二塁の好機を作り、セガン・ラファエラの中前敵地打で逆転。このリードを守りきり4連勝、前カードのヤンキースに続いて、ブルージェイズにもカード勝ち越しを収め、貯金を4としている。この試合の吉田は4打数1安打、1打点という内容で、現地時間4月27日のカブス戦以来となる打点を記録。今季成績は打率248、オプス674となっている。